集中力の持続時間について教えてください。精神科医樺沢志音のカバチャンネル。集中した時間というのはどのくらい続けられるものなんでしょうか。私、集中力というのは結構研究してまして、どうやれば集中力が持続できるかということを、自分なりに実践しながら研究してるんですけども、一つの集中力持続時間に対する時間の目安として、15分、45分、90分の法則っていうのがですね、私が作った法則なんですけども、これがかなり重要な時間の単位としてね、あるんじゃないかなっていうふうに言われております。45分っていうのは学校のね、授業とかそういうのは45分単位です。90分っていうのは大学の授業だと90分になりますし、サッカーの試合っていうのが45分ハーフの90分ですね。で、90分の制限時間を切れたロスタイムの直後に脳に点が入りやすくなるわけですけど、それは集中力の限界点を超えるからだというのが、私の解釈なんですね。15分っていうのは非常に集中した時間のこう短い単位として、15分っていうのがありえるんですね。例えば同時通訳っていうのがあるんですけど、同時通訳見てたら分かるんですけど、ちょく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 入れ替わるんですね。それはもう10分も1人でやるってことはもう難しいと、どんなに長くても15分ぐらいが限界というふうに言われてまして、それを超えると全く集中できなくなるということなんですね。ですから、コアな範囲として15分、それが3つ合わさって45分、それが2つ合わせて90分、あともう一つですね、人間の脳っていうのは90分の睡眠覚醒のリズムっていうのがありまして、夜の睡眠が90分単位っていうのは聞いたことある人もいるかと思うんですけど、この90分っていうのは実は昼間の間もですね、90分の間でこう覚醒とまどろみがこう繰り返されてるんですね、人間の脳は。ですから、人間の脳自体がこの90分っていう単位で実は動いているということが最近の研究で分かっています。これをうまく日頃の仕事に利用するとすればですね、疲れないうちに休めってことだよね。休憩時間を取るということです。私なんかはセミナー講演会をやっていますけども、2時間のセミナーだと60分で必ず休憩を入れますね。最後まで休憩なしでやると必ずだれます。ですから90分っていうのは一つの限界点になるので、やっぱり90分話したらやっぱ休憩を入れるべきなんですね。そうでないと、どんなに面白い話をしても、いろいろな話し方の工夫をしても、オーディエンス側の集中力が途切れてしまうわけですね。あるいは皆さん方が普段デスクワークをしている時もですね、疲れすぎないうちに休んだ方がリカバーが早いわけですね。人によって違うと思いますけども、やってる仕事の内容によっても違うと思いますけども、45分なり90分でちょっと休むっていうことを間に入れてった方がですね、実はそこでリセットされて、もう一回集中がぐっと深くなっていくので、トータルな仕事の質としては上がりやすいということを考えていますから、私なんかは疲れたなと思ったらすぐちょっと机を離れてちょっと立ったりですね、ちょっとした気分転換を入れるというのがいいかなというふうに思っています。この15分、45分、90分というのはですね、訓練によって伸びない数字というふうに言われてるんですね。オリンピックに出るような選手だと、それを伸ばせるのかっていうと、伸ばせないでしょ。そのロスタイムで点数が入るのは、もう体力の限界ももちろんありますけど、集中力も伸ばしようがないわけですよね。そういうのを見ててもね。世界のトップの選手ですらそうなんですから。だからむしろ私たちはその限界点を知って、そこに達する前に休むようにしていくしかないので、意識的に休憩を取ることで、しっかりとした集中時間っていうのを確保することができるっていうことを知ってると、また違うんじゃないかなと思います。